先日、バイクのサスペンションをばらしていたときに、普通のソケットが使えないネジのトルク管理がありまして、1つ試したことがあったのでご報告です。対象はこれ、ロットにトップキャップというのか、アジャスターを付けるためのナットなのですが、ご覧の通り、オープンエンドの工具が必要で、いつものトルクレンチとソケットの組み合わせでは作業ができません。こちらも同様 これは特殊工具なのですがこれを回すためにもオープンエンドの道具が必要たまにありますよね、こういうこと。その時はクローフットソケットを知人から借りて事なきを得ましたがこれなくてもなんとかならないかなと思いまして。方法としては今話に出た特殊なソケットを用いるか ヘッドの変えられるトルクレンチとそれに合ったアダプタを用意するかが一般的に思いますがどちらも結構いいお値段するんですよね。クローフットはまだしもトルクレンチのアダプタは一番スマートでかっこはいいのですがおいそれと揃えることができないようなお値段。趣味の領域で、は手を出しづらいですで、す。その時考えたのがレンチエクステンダーをトルクレンチにつけてモンキーレンチで締め付ける方法です。 これがレンチエクステンダーです。おそらく正しい使い方は名前の通りレンチの延長、トルクが欲しい時に使ったり、あとは障害物をかわしたい時に使うものだとは思いますが、似たようなトルク管理工具がアメリカのメーカーモーションプロから出ていたんです。レンチをソケットみたいにと言ったら語弊がありますが、とにかくトルクレンチで使えるようにするアイテムで、 面白いなと思っていたのですが、ネ、ね、ジ回りに相当スペースが必要となることから購入はとどまっていた製品でした。これに似た使い方がレンチエクステンダーはできるのではと考えたのです。ただ一点、こんなんやったことないですから、どこまで正確に締め付けができるかが不安でした。 一般的なトルクレンチアダプタに比べ、延長される距離が随分と長くなりますので、それがどこまで影響するのか。トルクレンチアダプタは補正計算の方法は一般的に知られており、延長する距離が長くなるほど補正の割合は多くなります。しかし唯一、90度で使った場合のみ補正は不要とされています。 今回の道具の組み合わせの場合トルクレンチからネジまでの距離は長くなりますし組み合わせるアイテム間の遊びも増える倒れ方向の動きも多くなります果たしてこの組み合わせがトルク管理用途に正しく使えるのか疑問だったんですとりあえず試しにデジタルトルクアダプターを使ってなんとなく確認してみたところまあまあ使えそうな雰囲気 ということでトルクチェッカーを使って調べてきましたまずは前段階としてトルクレンチ単体での精度確認および一般的なトルクレンチアダプターを付けた場合の精度について確認しました結果がこちらトルクレンチは正確トルクレンチアダプターは90度で接続して使うとちょっとずれました 今回は大きめに出ましたが、私にとっては問題ない範囲でしっかりと使えることが確認できました。さて本題。レンチエクステンダーとモンキーレンチを組み合わせた場合の結果がこちらです。90度で使う場合、ズレはしますがズッコケまではいかない。 10%ずれてますから良い結果とはいきませんがこの程度であれば私は補正なしで使っちゃうかなという結果でしたでこのズレ延長する距離に依存するのかが気になってロングストレートのメガネを使って最長と最短55 m、mm、m と270ミ、mm、リくらいの延長でそれぞれ試したところ延長する距離というよりは使い方に依存している感じ 使い方というのはトルクレンチを引く方向いろいろ連結するので手感がぼやけるというのか斜めに引いちゃう感じなんです私の場合は手前側に引き気味となりました意識して斜めに引いた場合とまっすぐ引いた場合を試したところ斜めに引くとまっすぐ引いた場合に比べて締め付けトルクが15%ほど大きくなりましたこの幅ばらつくと思いますとちょっと嫌っすね 望ままましししい使い使勝手とはは言えませんそてて状況にによってはこれさら難しくなりますトルクチェッカーで試した時のように対象のネジが地面と水平方向であればなんとかなるのですがこれが垂直方向となりますとモンキーが重さでネジから外れることがあり慎重に作業しなければならないのにあっちを押さえてこっちを押さえて作業が散らかるんです。 垂直方向のネジに対しては引く方向とか言ってられないような状況もありましたもし1人でこの組み合わせで当初の目的サスペンションのナットに使うとなるとまあやりたくはないですねボルトナットが地面と垂直方向ですとスマートにこなせる自信はないです結論として レンチエクステンダーはトルク管理に使えないことはないけれど、積極的には使わないとしています。あまりうまくやれませんでした。使用者の技量にもよるのでしょうが、精度の不確かさから今一つ、使うのの難しさから今二つと言えば良いのか、そのように感じています。 今回のサスペンションの作業はスペースの制約がありませんでしたので2人がかりでなんとかなりましたがこれだけ空間が取れる場面というのもオートバイ車整備においてはそう多くはないと思います目的がトルク管理であればやはりクロフットソケットが使いやすいと思いますクロフットは高級工具という印象がありまして今まで揃えてこなかったのですがその使いやすさが今回で身にしみましてこれを機に揃えようかと考えています レンチエクステンダー。そうそう使う道具ではないですが、汎用性の高さは面白いですね。ただ、リスキーな道具とは感じます。組み合わせる道具のキャパを軽く超えることができますから、安全に使うためにはある程度の経験や慎重さが必要と思います。自己責任系の道具。あくまで緊急事態用の道具ということを理解して使えば頼れる道具となるでしょう。 今回のようにイレギュラーな使い方にも使うのは難しいですがそれなりに対応をしてくれる積極的に使いたい道具ではないですがアイディア製品だなと感じましたそれからもう一つ今回もちょろっと使いましたがデジタルトルクアダプターこれがお気に入りですほんのスペースさえ許せばトルクレンチと同じように使えますし今回みたいなクロスチェックにも使えます トルクレンチがおかしくないかのある程度の指標になってくれるリアルタイムに締め付けトルクが見れるというのもいいですね私は毎日道具触れる環境ではないのでテトルクなんて言われるもの感覚のアップデートもこれに頼っています最近は緩めトルク見るのにもよく使っています 決してメインになる道具ではないトルクレンチの代替にはおすすめは難しいのですが私にとってはバチバチに使っているサブの工具気になる方はぜひ試してみていただきたいですご視聴ありがとうございました当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしておりますお時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください皆様には再びお会いできますことを願っておりますそれでは次回までせやっ